そこで父は弟をこっそり入れ替えることを考えた。そこにこの百姓のせがれを一人見つけてきた。そして弟とこいつをこっそり入れ替えた。だからな、この安房という男は我らとは何の血のつながりも縁もゆかりもない男よ。それでは、私の弟は落ち家に預けられた。その凄まじい身体能力は妹である鶴を守る剣となり盾となればよい。同じ家の者同士ならば互いに争いことも起ころうが、家臣であれば良き絆となろうんで。それでは進まれよ。お前の実の兄は、ほんの少し計算違いだったのはここの百姓のせがれが思ったより出来が良かったことよ。それとな、つる、知らなかったこととはいえ、実の兄である安成にお前が惚れてしまうとは。